本日は先日東京赤坂にある日本財団ビルで行われた2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた取り組み、公益財団法人ブルーシー&グリーンランド財団主催の東京2020応援プログラム B&G 巡回写真展スポーツの力記者発表の模様をお送りしてまいります。それではその模様をご覧いただきましょう。6月21日、東京都港区日本財団ビルにて東京2020応援プログラム2018年度 B&G 巡回写真展スポーツの力記者発表会が行われました。このスポーツの力の目的は、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けてアスリートなどの写真パネルを展示する巡回写真展とその関連事業を実施することで、地域においてスポーツやパラスポーツへの興味・関心を高めるとともに、障害者に対する理解を求め、インクルーシブな取り組みを推進します。2年後には東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。これはやはり東京だけが活発になってオリンピック・パラリンピックを成功させようではなくてですね、全国、日本全国で国民が一緒になってですね、このオリンピック・パラリンピックを盛り上げていくべきだということを考えまして、今回ですね、先ほどお話ししました海洋センターの体育館を使いまして、オリンピックのパラリンピックの巡回写真展を行うことになりました。海洋センターに通う子どもたちが、その世界のトップアスリートの写真を見て、自分もいずれはこのようにオリンピックを目指そうとか、何か一つでも目標を持っていただきたい、そこには障害のあるなしに関わらず、一つ何か成果を出すために目標を持っていただきたい、それも今回の私たちのこの巡回展の一つの目的でございます。私たちの、役割といたしましては、この写真展で展示する、オリンピアン、パラリンピアンの、写真50点、これを提供して、使っていただくということになります。開催都市の東京だけでなくですね、地方からも東京オリンピックを、オリンピック・パラリンピックを盛り上げていくことにつながりまして、弊社としてもこれを応援していきたいというふうに考えております。続いては B&G ゆかりのオリンピアン・パラリンピアンのトークセッションです。シドニーオリンピック銀・銅2つのメダルを獲得し、現在は B&G 財団の理事でもある中村舞さん。2016年リオデジャネイロパラリンピックにおいてパラカヌー出場の瀬立モニカ選手です。競技歴2年でパラリンピックに出場した瀬立選手、パラカヌー競技を始めたきっかけは？小学校の頃もともと水泳をしていたっていうのもあって、水と水で、いけるだろうっていうのでカヌーに誘われたっていうのがきっかけで、2013年の東京国体出場を目指して、頑張っていたんですけど、その国体の選考会のちょっと前ぐらいに学校の体育の授業で怪我をしてしまって、一時期カヌーからは離れていたんですけど、2020年の東京パラリンピックが決まって、で地元の江東区で開催が決まったというふうになって、またカヌーつながりの方から連絡が来て、カヌーを再開したという形です。でもそれからすぐにまたパラリンピック出場ってすごいことですよね。すごいですよ ね, ですよね。びっくりしましたけど、やっぱまずはね、そのモチベーション的にね、大変だと思うんですけどね。でも先ほどからお話しさせてもらったんですけど、とにかく明るいです。すごい明るい。笑顔が印象的で、ずっと笑顔という、それが素晴らしいと思います。そうですね、今振り返ってみると、競技歴2年で、パラリンピック世界最高峰の舞台にいろいろな幸運が重なって出られたんですけど、実力ですよ、なので本当にアスリートとしてもまだまだ未熟というか、右も左もわからないまま出てしまったのが、振り返ってみたリオパラリンピック
だったんですけど、まあ、競技以外の面ではやっぱりオリンピック・パラリンピックってすごく応援の力っていうんですかね、観客の人数がもう普通の世界選手権とは比にならないぐらい人数がいますよね。びっくりします。それが一番びっくりして、いや私名前モニカっていうんで、そのブラジルで結構こう有名な、そうですよね、私も今日ハーフかなと思ったらバリバリ日本人ですって言ってね、なかなか珍しい名前でもありますよね。呼んでもらいやすいっていうのもあって、そうですよね。でブラジル の応援の来てた観客の人に日本のサポーターの人がのお菓子とか配ってモニカを応援しろって言ったらモニカコールっていうのがすごいですね、はい、自分の自国以外の国の人を応援につけるってなかなかないですよ。はい、素晴らしい、その笑顔で、そう、もう、この人柄ですよね、モニカ選手ね、うん、すごくお祭り的なパラリンピックも感じることができて、それはすごくなんか貴重な体験になりました。やっぱりオリンピック・パラリンピックの力というか魅力というか、まあ、オリンピック・パラリンピックっていうのは何て言うんだろう、日本を一つにするというか世界を一つにする場でもありますし、本当オリンピック・パラリンピックというのは国もやっぱ言葉も違いますし、宗教とか関係なく選手たちは精一杯戦うわけなんですよね。それを見る、まあ、私たちは感動させられたり魅了させられたりで、夢や希望を与えてもらうっていうのはある意味オリンピック・パラリンピックの魅力でもあり、そして何て言うんでしょうね、オリンピックの力、スポーツの、力でもあるのかなっていうのはすごく感じますよね。そうですよね、はあ、パラカヌー競技は瀬立選手の地元東京都江東区で行われます。瀬立選手がこの一大イベントに対して意気込みを語りました。そうですね、このリオの2016年の時はやっぱり地球の反対側だったんで、はい、応援行くにもごめん、今回は行けないはい、はいはい、結構言われてたのか、まあ、2020年はもう本当に、まあ、地元から本当に15自転車で、まあ、20分あれば着くようなところで競技が開催されるので、うん、もう絶対に応援行くよっていうふうにいろんな方から応援をの言葉をかけてくださったりいて、なんか私自身もまだちょっと実感が湧かないっていうか、はい、どうなっちゃうんだろうってやっぱりこう地元で最高の時間をみんなと皆さんと一緒に共有したいなっていう思いがやっぱり今の一番きつい練習を耐えるモチベーションとなっています。そうですよね、はい、最後はお二人が展示写真にサインを入れ記者会見は終了しました。東京2020応援プログラム B&G 巡回写真展スポーツの力記者発表の模様をお送りいたしました。この写真展は全国各地で開催されます。それではその開催スケジュールをご覧いただきましょう。全国22カ所の B&G 海洋センターで7月から来年3月まで行われます。ご覧いただいているのは10月3日までのスケジュールです。続いての開催スケジュールです。この写真展ではパラスポーツ教室や障害者マリンスポーツ体験、その他さまざまなイベントが同時開催されます。そして来年3月までの開催スケジュールです。興味のある方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。JLCニュースプラスでは毎回ボートレースの社会貢献活動やボートレース界で行われたさまざまな出来事を紹介してまいります。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。